こっちの機材は何でもないです。大丈夫？大丈夫です。はい、ツイキャスの皆さん、久しぶりにこちらトロピカルビーチからですよ。よろしくお願いします。お願いします。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。さあ今日はですね、はい、普段はギノワン市キウナにあります FM ギノワンのスタジオからお送りしてるんですけども、はい、久しぶりにやってまいりました。こちらコンベンションセンター裏にございますトロピカルビーチからの生放送でございます。よろしくお願いします。お相手は私東勝明と、はい、南部マンゴーパーティーズの、ミヤチャーです。よろしくお願いします。お願いします。いや、久しぶりに来ましたね。暑いですね。ビーチすごい、はい、泳いでますね。今日はいい天気で、いい天気、ほんとすごい数のね方々が今日はまた遊びに来ていらっしゃってますけども、はい、台風が来た感じじゃないですよ ね。もう本当に通り過ぎたからこそのこのね、すごい天気なんでしょうね。気持ちいいですね。はい、トロピカルビーチで楽しまれてる皆さん、はい、聞こえますか？聞こえますか？こちらですね、トロピカルビーチの、売店の、はいはい、横にありますこちらお土産屋さんにですね、はい、特設ブース作らせていただいて、そこからの生放送を行ってますよ。よろしくお願いします。ぜひですねこちらの方にですね遊びに来て見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あのリクエスト曲とかね、何ですか、なんかイベントとか、はい、ね、告知したいこととかあればぜひぜひ、こちらですねすぐできるんですね、お越しになっていただければなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。さあというわけでございまして、今週の皆様からいただきたいメッセージテーマが、はい、あなたの地元自慢でございます。あのね、自分が、まあ、住んでるところとか、まあ、もちろん生まれ育ったね、はい、故郷のところでも結構ですし、まあ、今引っ越されて、うんうん、今現在住まれてるところとか、うんうん、でも結構です。もう地元ですよ、そこはもうすでに、はい、引っ越されたところでも、お庭です、はい、そんな、あなたの地元の自慢、名称やですね、例えば昨日とかだったら、行きつけのここの食堂が美味しいんですよとか、ね、いいですね、いいですね、自分の、うん、その地元の地元出身の有名人の人とか、おー、っていうところね、意外と知らないかも、うん、っていうところねぜひ皆さん教えていただきたいなと。教えていただきたいですね。宜野湾の自慢といえば、まあもうこの 場所、はい、トロピカルビーチでしょ。トロピカルビーチですねいやだってそもそもこのやっぱ宜野湾ってすごいもう、はい、いいところがもうなんて凝縮されてる気がして、詰まってますね、まあ、こういう海とかがね、はい、すごいもう整備されて綺麗なね、本当綺麗ですよね。あるし、まあ、そのすぐ裏には、はい、もうね、コンベンションセンターという、そうですね、まあ、大きな、まあ、ホールというか、はい、展示施設もありますし、うん、さらにもうちょっと行ったら、まあ、もう都会なところもね、たくさんあるし、本当ありますね。だから交通状況もちょっとね、うん、気をつけながら来てほしいところではありますが、そうそうそう、まあ、一番いいよねこの段。本当ですよね。那覇はもちろん都会でいいんだけど、うん、はい、人がちょっと
たくさんいたりとか、たくさんいますね、もう交通渋滞もすごくしたりとか、そうです、それはもうしょうがないと思いながらも、ね、っていうところだと思うんですけど、まあ、宜野湾またねちょうどいいところ取ってるんじゃないかなと思いますので、まあ、このトロピカルビーチは、うん、宜野湾自慢だなというふうに思うんですけども、そんなですね皆さんもいろんな自慢教えてくださいませ、よろしくお願いいたします。はい、はい、こちらですね、それ以外のもちろんメッセージもいろんなメッセージねお待ちしてますよ、よろしくお願いしますね、よろしくお願いします。はい、こちら、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。はい、お聞きの放送は 79.7MHz FM ギノワンです。 FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信もしています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。たくさんツイートしてくださいね。また、サイマル放送もやっています。スマホの場合は、リッスンラジオ、リスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、リスラジでは完全に同じ放送をお楽しみいただけます。はい、というわけでございまして、今日ですね、この快晴の中、とても気持ちいい天気のトロピカルビーチから、本当ですね。1時間生放送していきますので、どうぞ皆様お楽しみくださいませ。では、今日の1曲目。やっぱね、沖縄といえばこの曲で皆さんねテンション上げていただきましょう。はい、モンゴル800、小さな恋の歌。いはい、皆さんありがとうございます。ね、もう今もうなんか、ね、バンドの曲聴いてみたい、聴いてみたいって言ってもそのツイキャスで聞けないかもしれないけどあ、でも今日そうミヤちゃんの新コーナーありますよ今日。そうだ、言ってなかったです、ね、それ言わなかったね、超ドキドキです、私うまくいくのかっていう。あ、そうか、それ言った方がよかったな、後でいいよ。ジョニー・ギノワンさんの息子さん、ロックバンドブンバ、あ、ブンバのギターボーカルでジョニー・ギノワンさんの息子なんだ、息子さんなんだ。ナム番号パーティーズライブ行ったよって、千秋さん、はい、はい、たーいってほら、はい、一緒本当だ、一緒だ、ミヤちゃんも千秋ですよ。すごいですね、まあ観光客ね、観光客ですかね、沖縄の人はビキニ着ないですよ、ね、そうか、ないな、ナムマゴパーティーズのある CD とかって、今日持ってきてないです、ないよね、残念ながら。はい、ジュニア、いやいや、めちゃめちゃえ、そこ、それはね、メジャーバンドなんですかってジャスミック、残念、メジャーバンドではないですよ。いや、でも沖縄では CM ソングとかやってますよ。やってますね、最近、昨日初めて見ました。嘘お、なんか聞いたことある。 CM ソングとか、ね、普通のなんかバラエティ番組のエンディングとかね。あ、もうそのバラエティ番組エンディングはこの間終了、あ、終わったんだ、だからタイアップ目指して頑張るぞ。なるほどね、頼みやすいんですね。ガッチャ、こんにちは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 、バンバ、お、結構聞きたいです。そう、この間ライブだったんですよ、私。あ、そう、7月7日七夕の日、うん、織姫という名のお客さんに出会いました。めっちゃいいじゃないですか。いや、めっちゃ良かったんですけど、あっという間でしたね。
主演エミーさん、あ、そうなんだ。よし、あ、大丈夫、 CM 行きます。卒業ソング、旅立ちソング的な曲あるんですかって。やっぱなんか卒業ソングといったら沖縄はもうキロロじゃないですか。いやだからあれでしょ、そういう曲ありますかって。あ、バンドで。そういうことですか。そうそうそう、全然ないですあれだからスカバンドだからね、こうテンション上がる感じの。歌ってる人はめちゃくちゃ上手いんですよ。あ、いいな。だからもう卒業ソング作ってって言われたら頑張って作りますシュプリームさん、すいません、ブンバさんの曲なかったです。探しきれなかった。すごい暑いですね、沖縄。今日何度ですかね。32度とかそれぐらいかな。サザンブリーズ、こちら木曜日お送りしてますよ。イエーイ。はい、ね、トロピカルビーチからお送りしてるんですけども、今日は、はい、あ、まあ、もちろんおそらくね、観光で来られた方、ね、もうたくさんいらっしゃるんですけど、外国の方々がね、確かに多い感じが。たくさん見受けられますね。そうですね。はい、もう家族連れとかね、まあ、カップルで来られたりとかしてて、はい、うんうん、いいですね、もう本当開放的。本当ですね、さっき外でバレーしてて、うん、あ、いいな、ちょっと混ざりそうになりました ね。あと、あとバーベキューもね、こちらトロピカルビーチはね、できますので、今もうすでに、うん、20人30人ぐらいの皆さんがね、そうですね、ワイ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 、テーブルでワイワイやられてましたね。はい、いいですね、混じりたいな、そんなところ混ざりたい。さあ、それではですね、はい、メッセージいただいてますのでご紹介していきましょうか。ではですね、はい、まずこちら、よいしょ、よよいしょ、いただいてたのが、まず最初はこちら、シュプリームさん、はい、アズマックス、ミヤちゃん、ハイサーイ、ハイサーイ、成田空港で一夜を明かして、はい、今日は今腰が痛いですって。痛そういや、ご苦労様でございます。お疲れ様です。成田空港かってことは飛行機が飛ばなくて、いやいや、な、確かね、奥さんを送りに行ってとりあえずなんか止まったみたいな。おー、なるほど、お疲れ様です。そんなシュプリームさんが、はい、ジョニー・ギノワンさんの息子さんで、はい、ロックバンドブンバのギターボーカルのユイチ君が、うんうん、南部マンゴーパーティーズライブ行ったって言ってたよって。あらー、そうだったんですか声かけてほしかったですね全然気づかなかったです私。あらら、でも来てくれてありがとうございます、ね、ありがたいですね、こういう風に来てもらえたら。嬉しい、すごい情報知ってます ね。だからどっかで喋ってたんじゃないの、ラジオとかで。ああ、この間行ってみたいな話。おお、すげえ、なんて言われてるか気になるとこですねそうだね、報告してくれてるからいい風に言ってくれてたんじゃない。じゃあいい方向で考えておきます、はい、続いて、はい、大塚健二さん、ありがとうございます。こんにちは、埼玉からツイキャスで見てます。久しぶりのビーチですね。本当ですよ、ありがとうございます。そして
して雨男レイニーさんもこんにちは。こんにちは。エコザイルさんもハルチョロンピー。ハルチョロンピー。はーい。そしてこちら千秋さん、はいたーいって。はいたーい。ミヤちゃんと同じ名前。私千秋って言います。宮城千秋の宮と千秋とって宮ちゃって言われます。そうですよ。よろしく。はい、続いてかっちゃんさんもありがとうございます。ありがとうございます。こちーす、続いてが、こちら、エミーさんかな。エミーさん。はい、ちょっと機種変して、ちょっと変わりましたってことでありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、はい、続いてが。来てますね、すごい。はいはいはい、いっぱい来てますよ。ありがとうございます。そして大塚健二さんが、はい、今、ね、ツイキャスで映像で見てるんですけど、はい、宮茶さんの鉢巻きですか湯上がり巻きというんですかってそうおじさん全然違います。おじさん面白いですね。これ多分一般的にあのターバンとか言われると思います。そうですよ、はい、おしゃれおしゃれ鉢巻きおしゃれ本当にもうやめてくださいよ。面白い。そんな大塚さんがね、はい、みやちゃさんね所属しているバンドの曲聞きたいなと、はい、おありがたいんですけど今日ちょっとね用意がないということで また今度ねCD ねあるんでちょっと放送でも流していないな、はい、流します。はい、そんなね、はい、大塚さんに朗報ですよ。何ですか。いや今日はね、はい、今日というかもうみやちゃさんね、はい、ちょっと今までずっとちょっとコーナーがね、あそう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 、なかったんですけども、その話ですよ。はい、いよいよ、ね、今週からみやちゃんのコーナーを設けさせていただきましたということで、はい、あれタイトル決めてないよね。何にも決めてないや。みんなに決めてもらいたいですね。はい、タイトル決めてないの。そういえばあ一生懸命でしたね。ねというのは、まあ、内容としてはですよ、はい、まあ、宮ちゃんが、うん、まあまあアーティストですから、まあまあ、アーティストで、まあまあ、しかも曲が作れると、はい、曲作るのが好きな感じです、うん、ということで、はい、なんとですよこの宮ちゃんのコーナーはですね、はい、この番組中、はい、でですね約まあ50分ぐらいでしょうか、はい、番組中で、うん、出たワードやお話なんていうのをですね、はい、歌詞に盛り込んで即興で曲を作ってみようじゃないかと。もうハイレベルすぎて眠れませんでしたよ。ドキドキ。そういうコーナーでございます。はい、なので間違えても笑ってほしいぐらいの感覚 で、ふわっと聞いてくれたらなと。歌詞とかそういうの即興ですからね。だから皆さんのコメントいただいたりとか、はい、我々の話で盛り上がったワードとかをちょっとチョイスしてやりますから、うんうん、ぜひですね、メールください。たくさんメッセージいただけないとで、まあよかったらはい、このタイトルもね、タイトルコーナー何がいいんでしょうね。コーナータイトルもな、よかったらちょっともしなんか余裕あったら欲しい欲しい考えてメッセージもらえれば。考えてなかったですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、はい、こちらメッセージいただいてるのは、あ、マンゴヤン、マンゴヤン、それ俺のマンゴヤンさんもありがとうございます。面白い。はい、メッセージいただいてますね。さあそして、はい、こちらメール、うん、でもいただいております。おお、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんでございます。はい、東さんこんにちは。ありがとうございます。そしてまず再びお知らせしないといけないことがありますと。何ですか。何怖い怖い。何ですか。何でしょうかね。今回のサマーパーティー、サマーフェスティバルね、21日に、はい、やるというこの FM 講座 FM 技能ワン合同企画でございますけども、はい、こちらがですね、まあ、そう昨日の、ね、メールいただいて、そう外すことできない用事があっていけないと報告しましたけども、うん、行きたい気持ちが収まらず用事を無理を言って別の日に移して再度行けることになりました。よかったね。なかなかお会いできない人たちもいるので、これは行かないと思って再度申し込みましたと。お、ぜひ来週のサマーパーティー参加しますのでよろしくお願いしますと。ありがとうございます。では楽しく聞かせていただきますということで、ありがとうございます。あ、細かいね音の調整もお願いしますねって、今ちょっとねボリュームが大きかったみたいでありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しい。こちらね、もう来週に迫ってるんですね。そうなんですよ、来週の土曜日ですね。そうなんですね。21日、このその時間、7時台ですかね、うんうん、まあ、7時から 時間です、ね、10時まで、はい、生中継もやるんですよね、うん、FM 小座 FM 技能の両局で、はいはい、FM 技能の上で、
ビアガーデンがありまして、そこで、まあ、パーソナリティとリスナーがみんなでわーって盛り上がってやろうじゃないかっていう飲み会をですね、いいですね、ただの飲み会で終わらせず、しっかりと生中継をすると飲みすぎ注意ですね、番組で放送するということで、その時間の、まあ、7時から10時があるんですけど、それが3部構成になってて、はい、1部目の7時から8時が私東克明担当させていただくことになりました。ですのでぜひ皆さんね、こちら聞いていただいたり、まあ会場にね足も運んでいただきたいなと、うん、はい、また後ほど、詳しいことね、詳細ご説明しますよ、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さあ、こちらですねなんか来てますね、いただいておりますね、地元ね、地元自慢ということで、はい、今週のメッセージテーマいただいているんですけども、ですね、じゃあですね、まずいただいてますのが、はい、ラジオネームシュプリームさん、はい、地元自慢、うちの地元、うん、シャンシャンがいるよ。シャンシャン、シャンシャンってわかる？パンダの？パンダですね。あ、どこでしたっけ？東京の上野？上野だ、上野のパンダの赤ちゃんのシャンシャンですね。うん、はでもシャンシャン見に行くまで大変そうですねあのなんか人がやっぱまだ混んでるんでしょうね、きっとね、向こうは。あー、そうだろうね。確か動物園の中なんかパンダコーナー移動したとかっていうニュースがねわざわざ流れるので。あ、そう。あ、すごい、パンダめちゃくちゃ大事に扱われてるなって感心しますあ、でもいいよね、確かに。シャンシャンって来たら沖縄なんですか？いや、だって、沖縄どっかのあれじゃない、おきちゃんショーとかじゃない。おきちゃんじゃない。おきちゃんショーか。あ、パンダとまた違いますね。また違うけど。動物園あるけどね。あるけどね。パンダはやっぱりレベル高いね。高いね。やっぱいいですね。確かに自慢だわ、それは。ありがとうございます。シャンシャンがいる。さあ、皆さんの地元自慢をいただいているというとこなんですけども。はい。こちら。ん？ラジオネームの、あれですね、新しく、エミーさんか、エミーさん、はい、エミーさんは、はい、地元自慢、徒歩5分のところにララポートがありますとそこでたんまりお買い物してきましたよって。いいな、いいですね。あ、いいですね。要はあれですよね、ショッピングモールみたいなところが徒歩5分にあるそれはいいですね、お手軽に行けますね。いや、僕もね、実は関西に住んでた時は西宮の甲子園っていうね、うん、甲子園球場あるところに住んでたんですけど、そこにも徒歩5分10分ぐらいでララポートありましたよ。いや、いいな。でも買い物するんですか？そうそうそう、行くよ、買い物めちゃめちゃしますよすごい、なんか今どんどんワードが出てきてますね。あ、いいじゃないですか。で続いては、いただいてますのが、こちら地元自慢ね、はい、ということで、マンゴヤン、マンゴヤン、それ俺のマンゴヤンさんの地元自慢はい、おすすめの食べ物ありますよ。イタリアンというレストランがあるんですけども、はい、そのイタリアンというレストランのラーメンという名の沖縄そばややこしいななんかややこしい、イタリアンというレストランのラーメンという名前の沖縄そばこちら400円とリーズナブルですって。マジか。でも沖縄そばって言ったら出てこないんですね。そうですよ、ラーメンって言わないと出てこないんだなんか不思議な感じですね。面白いな、それラーメン食べたいわけじゃないけどラーメンって言わないとダメなんですね。そうそうそうしかもイタリアンで全然イタリア料理関係ないっていうやつね本当だ。いや、いいな、いいですね、こういう地元のそういうお店いや、いいですね。まだまだこちら地元自慢、お待ちしてますよ、よろしくお願いいたします。はい、さあ、それでコーナーお、ね、コーナーの、そのみやちゃんの新コーナーはーいですねコーナータイトルを皆さんも考えてくださいということで、はい、もうすでにこれもいただいてまして、すごい早い早い、すごい、どれがいいか、じゃあちょっともうこの段階で決めちゃおうか。はい、決めちゃいましょう。マンゴヤン、マンゴヤン、それのマンゴヤンさんは、はい、みやちゃんの即興歌版のコーナー。即興歌版のコーナー、はい、歌版ってことかな。歌版ですね、はい、おー、なるほど。続いていただいてるのが、はい、エミーさんのビーチにターバンはありやろってツッコミですね
ビーチにタワーあるやろ。そうどうかな。っていうコーナーでってことですね。上がり。あ、これいいんじゃないですか。でも大塚健二さん。はい。即興コーナー。うん。ミヤちゃんの速攻即興ソング。おお。ハマり方がかっこいい。そうがつながってるよ。速攻即興ソング。もうなんかイン踏んでますね。うん、かっこいい。なるほど。はい。いただいてます。なんかもう一個ありましたね。もう一個どれだ？ターザンインザビーチって書いてくれてる。タイトルターザンインザビーチ。ターザンインザビーチ。はい。ターザンがターバンと一緒になってでビーチだからっていうのが全部混ざってます。混ざってます、ね。おなんか。あそういうことか。ミヤちゃんの即興ウターバンってことか。あおなるほど。マンゴヤンさんのやつ。ウターバン。おーターバン女子がウターバンって感じなんですね。あすごい考えてくれてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあどうしますか。なんかしっくりいったのありますか。さっきの速攻即興ソングがなんかまあいいよね。響きが好きでした。リズムがいいよね。ミヤちゃんの速攻即興ソング。速攻即興ソング。いやかっこいいなんか。これでいく。これでいきましょう。じゃあタイトル決まりました。大塚健二さんの。はい、じゃあちょっと後ほどね。はい。そのタイトルで。なんか今お話が楽しすぎてワードどんどん忘れそうになってるんで書きながら。もうメモしながらね。そうですね、はい、やっていきます。あれですよちゃんとあの。番組を一応やりながらね。はい、そうです、そうです。ちょっとなんか抜けたりとかはしないので、そうね、大丈夫です。すごい、でもこれ、喋りながら考えるの、ちょっと頭、脳みそ必要ですね。いいですね。まあ、ちょっと曲中とか CM 中に、わーっとまとめる感じで、いきましょうか。はい。はい、ということで、ちょっとまた後半にね、はい、お送りしますので、お楽しみくださいませ。はい。さあ、ではですね、ここで1曲いきましょうか。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからいただいてますリクエスト、これもテンション上がりますね。お届けしましょう、みひまる JT 気分上々。イエーイ。はい、ありがとうございます。シプリームさん、そう甲子園、いや甲子園口じゃなくて阪神甲子園です。そう JR でしょ、甲子園口。すごい分かる人たちの会話です。そう阪神甲子園に住んでました。いつでも見られる感があるか、まだシャンシャンは見ていないって。なるほど、近すぎて行けないです。 あと上野はね、西郷丼ね、西郷丼、セゴ丼ね。セゴ丼、今の NHK のNHK の大河ドラマ風に言うとセゴ丼ね。分かんなかった。すごいどんどん日差しが強くなってますね。夕方だから日が落ちるからですね。よし、じゃあ曲をまとめてみよう。今日のね、いっぱいコメントね。ターバンでジャングルにいる。ララポートを買い物してきました。開放的に赤踏んで放送しようって無理だ、捕まるわ。赤踏んで赤踏んどしですか、うん、あ、そうか、大塚さんね、そのハチ巻きとか湯上がり巻きは歌詞に使ってくれるのかなって言ってました。あ、これどうやって繋がるんですかね。ね、なるもんね。さあ大変でございますけども、あ、レイニーさんメッセージもね、ありがとうございます。後ほどご紹介しますね。いやー、日が照ってきた。